はい、あの東京でちょっと前この前のところと後ろが潰れちゃったやつあります。スーパースクーパースなんだろうな、モーガンかなんかかな、モーガンかなんかのスーパーセブン、そんな感じかな。モーガンだな。ワイヤーホイールすごいいいかな、ヴィンテージもピカピカに綺麗だよね。まず第1代目モーガンからスタートという、もうガチの屋根焼きのオーブンカーね。屋根焼きオーブンカー、屋根なしだね。屋根なしのシートのみで、オーナー様は屋根を開けたままどっか放置しちゃってる感じね。車の中に物は置いときません、そんな感じだね。モーガン、ちょっと結構昔のカローラね。カローラの5ナンバーなもんで、ワゴンだね、カローラのワゴンね。と昔前のいい具合のこのボルクのホイールに、あ、シートもなんかレカロのバケットが入ってるね。レカロのバケットに、これボンネットのこのやれ具合がね、いい感じだね。旧車感があって、これをでも維持するの結構大変だけどね。これ、まあ、こういった感じね。カローラ90のスープラだね。いい具合のこのローダウンからね、ホイールという90のスープラね。ワイドボディにしてあるか、ワイドボディ、まあこれでも標準なのか、すごいかっこいい。90のスープ、これが33か、33の Z、 33日産ニスモで、スパルコのバケットか、スパルコのバケット。これヘッドライトも車外に変わってる。ヘッドライトもおそらく車外だね。こういうのではないよな、33だね。色もこういう色は多分ないよな。すごい絶妙な色してるね。33、これ3、これも33か、33の Z、 これ34か、34の Z。 エンジン、なんだろう、 HGS のパワフル、 HGS のパワフル、ニスモのタワーバー、かっこいい。これも34か、車外のヘッドライトも変わってるか。車外のヘッドライトこういった感じ。これ屋根焼きだね。オーブンカー、オーブンカーの屋根焼き。34の、うん、ニスモってこと。34のニスモ、完全にドリシャのワンインチだね。車高もベタベタに、まあワイドボディにはしてないか、標準ボディで。いい具合にこうちょっとナンバーもないもんでね、ちょうどいいな。ナンバーなしのレーシングカーだね。ステアリングも開いた感じで、すごいな、うん、ワンイン、完全ドリシャだね。完全ドリシャのワンイン、これはかっこいい。スーパーセブンか、うん、これなケータ、ケータハム、ケータハムでいいのかな。ケータハムのスーパーセブンな、サイド出しマフラー、これと旧車だな、本当に。このさ、マフラーのこのね、駅前にもすごいね。ここら辺も抜群にいいね。これは完全に屋根なしだね。屋根なしのスポーツカーね。屋根なしのスポーツカー。ケータハムのスーパーセブン。ガチワーゲンのバス。ヴィンテージモンだな。ヴィンテージモンのバス。ヴィンテージモンのバス。マッサング特別枠。特別枠だね、これは。すごいな。マッハワンか。おお、これはすごい。これは。ヴィンテージモノも、ヴィンテージモノ、ヴィンテージモノ、これはやばいね。これしかない。
がちにこのエンジンも危険からね。何気にロータスが FD、 FD だね。これもいい具合のカスタムされてるね。後ろなんかワンオフ加工かなんかしてるね。ワイドボディにボンネットというかっこいい。 FD 屋上へ行っちゃった。天気最高にいいね。天気は最高、あったかいし。スーパーセブンだな。何らかのスーパーセブン。ケータム、ケータハムのスーパーセブン。お、後ろに、おお、これは 何の車？やばい旧車だな。これは、うん、ちょっと名前すら出てこんけどね。すごいね。これは、なんだろう。ああ、何も出てこんな、この旧車。やばいね。うん、なんで書いてある？トライアンフって書いてあるか。トライアンフだな。すげえな。超ヴィンテージもん。なんかどっかで見たことあるアメ車だな。俺、インパラか？インパラのようなアメ車が来たね。やばいアメ車。トランザム、トランザムかなんかそんな感じっぽい。お、これマスタングかあれ。このヴィンテージモンのセドリ、これもやばいな。ヴィンテージモンのセドリ。お、これは鉄仮面か。鉄仮面のスカイライン。これも鉄仮面。お、鉄仮面が3台も一気に来たね。鉄仮面 RS ターボ。これも鉄仮面ね。鉄仮面。アストンマーティンだね。アッソンの V8 のバンキッシュか、そんな感じっぽいね。アッソン、イギリスのスーパーでげえな。タコマか、タコマ。ロータスだな。エボーラか、エキシージか、そこらへんかな。ロータスのスーパーか。うん、後ろGPZ か。カーカーのマフラーがついてるね。ロータスのエボーラだ。アバルト、アバルト。あ、これクラウン、クラウン。これは古いと3代目とかそこらへんかな。結構古いクラウンだな。これも、これロイヤルサルゴン。これもまあもう旧車の域になるのかな。もう90年代だけどね。シトロエンだね。シトロエンのこれなんだろう。おお、いい具合のツートン。シトロエンツートン。